1日やって次の日またやるじゃないですか、うん、なんか1日目と同じ内容して2日目も終わっちゃうみたいな、なんか積み重なってる感があまり、テンポも上がっていかないとか、テンポも上がっていかないし、なんか練習したはずなのにまたずっとそこが吹けないとか、練習の仕方って、まあ、それももちろん人それぞれなんでいろいろあると思うんですけど、1日目に1から例えば3まで行きました、2日目3からその先行きますっていうものじゃないんですよ。あ、まあ、1日目に1から3までやりました、そしたら2日目に1から3までまずやるんです、はい、その上で4まで行けたらラッキー、あ、3日目は1から4まで昨日できたところまで行ってもう一歩進んだらラッキー、あー、なるほどなんか多くを求めすぎてましたね最初のそのスタート段階というか、不読みとか指のこのややこしいパターンを覚えたりとかっていうところにすごく時間をかける方が後が早いんですよね、うん、あー、最初から戻った時に、そうですね、なのでテンポを上げていく時とかも、例えば目標のテンポが120のエチュードがあったとして、はい、スタートする時に60ぐらいにして始めて、ね、その日のうちは15上がったらもう結構マックスぐらいですね、そうなんですへ、ものすごい行く人もいると思いますけど、私は結構さらうの早い、不読みも早い方でしたけど、60で始めたものが75まで行ったらちょっとこうなんか歪みが入ってきてしまいそうだなっていうのを感じて、そこまでにして、次の日また60から始めて、75まではまあ前日行けてたのであれば、その次の日は77とか79とかまで行けたらよしよしっていう感じですね。なんか私こうエチュードが1曲あったら分けるんですよ、なんか ABCD みたいな番号って、で今日は A だけみたいな感じでやってるんですけど、やっぱ後ろがどんどん仕上がらないな、やっぱ全体を見た方がいいんですか、エチュードとかの場合そのパートごとに分けてしまうっていうのはありだと思うんですけど、最初から順番に A、B、C、D、E、F ってさらっていくと、はい、元気な時に A やるじゃないですか確かに毎回元気なところこの A ばっかり上手くなって、はい、後ろがなんかちょっとっていう感じになってくるのがほとんどなので、うん、A、B、C、D、E、F で分けたのであれば、はい、F から始めるんです、あ、後ろから後ろから、F から始めて、よしよしここ大丈夫になったってなったら E と F やって、でその一番疲れて体力的にも疲れてきて指も絡まりそうとか乳酸が溜まってきたとかってなってきた時に一番その部分がたくさん練習した状態にしておく、そうすると、まあ、元気な時は別に普通に A とか B とか普通にいけるでしょうから、疲れてきた時に諦めてしまう諦めずにいけるかもって思えるだけの積み重ねがある状態を作っておけるんですよね。あ、なるほど。後ろからさらってちょっとずつこう上乗りしていくっていう。あ、なるほど、やってみますなんかルーティーンが人を作るみたいなありましたよね、なんか今もですけど、はい、それで逆にガッチガチにしすぎた時とかもあって、あ、なんかこの時間はこれ、この時間はこれ、全部もうもうどうかしたら分単位で決めてた時もあって、でもなんかそしたら今度頭を使わなくなるんですよ。ルーティンにしてしまうっていうのは頭を使わないためですからね。あ、そうそう、まあそうですよ、ねはい、その頭の使うリソースを違うところにもっと細部をこう掘り下げることに使うとか、もう少し創造的なことに使うためにルーティン決めておくんですもんね。スティーブ・ジョブズとかの服の話とかそうですよね。そうです頭を使って練習したいのに、練習してるうちにこうどんどん100本ノックみたいになっていっちゃうって最初に言ったじゃないですか、あれをこう打破する方法とかってありますかね。ゴールからの逆算です。あ、もうそれしかないと思いますよ。多分ビジネスとかでもそうでしょうし、まあ、例えばこの曲をこの日までに仕上げたいみたいなで逆算して、そうですね、だから今日はこれぐらいで生きとこうっていうことですか。そうですね。あ、だから今日はここまでは上げなきゃいけないみたいな基準が決められるので、あ、自分がどこまでいけるかじゃないんですよね最低限行きたいのはここ、はい、クリアしない選択肢は
ない。でもなんかその方が分かりやすいです。レッスンだったら1週間あるので、うん、例えば3日前までには完璧に仕上げて、うん、その後ちょっとその掘り下げ作業にもし使えるんだったら使おうとか、レッスンギリギリでインテンポになりましたじゃあちょっとどうにもならないですか。そうですよね。レッスン受けてもしょうがない。じゃあちょっと実際音出してみますか。はい。無料メール講座、隙間時間で確実に上達する管楽器プレイヤーのための練習テクニック、無料で読むには概要欄のリンクからご登録ください。